どううもおはようございますす江藤ですえ本日2019年9月の23日月曜日祝日でございます。えー、本日のニュースはですね、こちらを取り上げさせていただきました。はいポンと、えー、マース、信仰が下支え、観光に照準、地域で存在感。こちらのニュースについてお伝えをさせていただきます。マースってなんだよと。まあね、結構いろいろね、このなんちゃら AAS っていう。 単語をですね最近よく見るようになったと思うんですけれども今回その中でも MaaS っていう特に注目をされている業界についてを、えー、取り上げたいと思います、えー、MaaS って何かっていうまず前提をお話しさせていただきますけれども、えー、Mobility as a Service こちらの略になっております、えー、IT を使って、まあ、どういうことかっていうとまあこれごめんなさいちょっと手で消えてしまってましたね、えー、移動がですね、まあ、サービスとして提供されるもう全体世界観全体のことを言います で、まあ、ちょっと細かく説明をさせていただくと、IT を使って、あらゆる手段を使って移動をつなぐサービス。例えば自分が家にいながら、ああ、そこの目的地行きたいなっていうふうにして、まあ、例えば目的地をここにしますっていうふうになったら、まあ、例えば Google マップとかだったら、まあ、あの徒歩で行く、徒歩で16時間みたいなのがかかったりだとか、まあ、けどそれを車にしたら、あのまあ、3時間で行けますとか、あと、まあ、なんか電車が公共交通機関で行けるようなところであれば、 えと割とこう何時間でこう行けますっていうふうに電車の,電車のこうマークがついてえと何々線と何々線を乗り継いで行けるとかで出てくると思うんですけれどもそれがもう本当にもっとですねあらゆるものを使ってあらゆる手段っていうのがひっついてですねもうどこにでも行けるような感じだから乗り物っていうのはもう本当にサービスとして乗り物っていうのが使われますよっていうようなこういった世界観をえ回すっていうふうに言います。 でまあ、例えばまあ家から、じゃあ最初はえ Uber とか使って、えで駅まで行って、で電車で、まあ、新幹線とかに乗ってヒューンと行って駅まで行きました。そこから最後の目的地までを、例えばシェア自転車でだったりだとか、まあ、最近なんかキックボードっていうのもなんか流行ってるみたいなんですけど、キックボードとかを使って最後目的地まで行きますよって。でこういうの全部 IT を使って、これを全部結びつけて、もう移動っていうのを全て完結できますよっていうような、こ,この世界観。 これが m a ス s っていうふうに言います。で、m a ス s はですね、今、いろんなところで実は実験が行われております。これ全国ですね、実は19箇所で今、えー、全国って日本ですね、で、えー、行われております。ちょっとその地図があったんで、こちら見ていただければ分かるんですけれども、まあ、結構日本全国で今、いろいろと実験をしておりますね。これ、あの、国交省のちょっとサイトから引っ張ってきたんですけど、国交省が主体となって、今このようなサービスっていうのを、まあ、サービスというか実験を行っております。 まあちょっと例を2つ挙げると、今回、その新聞の記事に載っていたのが、この、えー、小豆島ですね、瀬戸内,瀬戸内海にある浮かぶ小豆島。でここって、まあ、私あ、昔あの神戸に住んでたんで、ちょっとわかるんですけど、小豆島って、アートを今推してるんですよ。島全体をアートに見立てて、というか、自、ま、然、あ、全体にいろんなアートが置かれていてですね、まあ、そういったところで、えーとまあ、そのアートのある場所にどうやって行くかっていう。 ま島なのでやっぱり公共交通機関とかほとんどないのでじゃあそれをどうやってつなげていくかっていうところをこのスキームバージっていう会社さんが、えー、開発したアプリで、まあ、海上交通とかはあるのでそういったものを駆使しながら、えー、こういった感じで自分の行きたいところの目的地に、えー、といろんな、まあ、今ある公共交通機関であったりだとかそういったものを結びつけて目的地までたどり着けるような形のサービスっていうのを提供しておりますでこれちょっと前の、えー、日経にも載ってたんですけど伊勢の島 伊勢島ですねあの一時期サミットがあったところですね、ここも、えっとまあ、伊勢島って本当に行っていただいたら分かるんですけども、も島だらけなんですよね。で、ここどうやってこの島々、島と島をこう結びつけるかって言ったら、もう海上交通がメインなんですよ、フェリーだったりだとか、あと乗り合いの,あの船とかいうのも、ね、あってですね、こういったものをもうネット上で完結できて予約できると。で、今後に関しては、えーまあ、乗り、 タクシーの配車サービスみたいなイメージで、タクシーを、まあ、乗り合い船っていうのを呼べるみたいな、オンデマンドで呼べるみたいな、そういったもののサービスを目指している。で、これはあの、近鉄グループさんが今やっているサービスになります。で、こういった形で全国で今、いろんな本当に実証実験っていうのが重ねられております。っていうのもですね、市場規模,規模がものすごく右肩上がりになる予想なんですよ。で、これ、まあ、えー、このちょっとグラフを見ていただいたら分かるんですけれども、 もう急にグワーンと、グワーンと上がりますよねと。最終的に6兆3000億円になると。6兆3000億円って、もうちょっと市場規模がでかすぎて、ちょっと何とも言えないんですけれども、ちなみに私の今いる、えー、とこういった動画、私は動画の広告を作るのが、まあ、メインの仕事を今やってるんですけれども、まあ、動画広告市場って、今現状で2000億円ぐらいなんですよね。何倍だよと <laughs>。何十倍だよっていうようなぐらいの市場規模。 でえっと、私、よく指標にしているのが、えっと、メルカリさんがいるようなフリマアプリってあるじゃないですか。フリマ市場っていうのもあって、あれの市場規模が5000億円ぐらいなんですよね。で、6兆3000億円、でかっって <laughs>、そのメルカリさんの,あの市場でさえも5000億円規模で、それのもう本当に十数倍みたいなのが、まあ、この市場規模、予想されております。なのでこののでマースっていうものこの 市場っていうのはです、ね、もう全世界的に見てもものすごく注目されている業界になっております。でもちろんですね、そうなってくると、大企業も参入がされると、これちょっと一時期、ちょっと前にあのニュースになってたんですけれども、トヨタとソフトバンクが提携をしました、でそれでこのマース関連のサービスっていうのを作っていきますっていう宣言ですね。 でこれモネテクノロジーズっていうようなプロジェクト名で今動いてるんですけれども、まあ、こういった感じでですねもう世界ト,、まあ、トヨタもう日本での時価総額ナンバーワンのトヨタと,、えー、ともうそれに次ぐ勢いにあるソフトバンクグループこれが手を組んだことによって日本ではこのマース市場っていうのをまあ戦っていくよっていうふうに言ってますで、えー、一方ですねもうこれも世界各国で動きがありますグーグルさんもそうですし えまあ中国の、えー、アリババ、テンセントあたりのあのいったところの新興企業っていうのももちろんこの市場にものすごく注目をしております、まあ、一体どこがどう発見を握るかっていうのが今後のまあ注目するべきところかなというふうに思っております、まあ、個人的にはもちろんトヨタさんソフトバンクさんに頑張ってほしいなというふうに思っておりますで、えー、このですね市場の先進国ってどこなのかというとこれフィンランドって言われてますえー、フィンランドなのっていうふうに思うかもしれないんですけれども実際サービスとしてもすでにローンチされてますローンチってつまり サービス開始されてますですでねヘルシンキで今実際やっていてこれは WIM っていうアプリがあるらしいんですけれどももうこれはもうさっき言ったこういう感じの世界観も出来上がってるってことですねさまざまなシェアリングを一発でも予約できてでもう目的地まですぐたどり着くことができますよとでプラス最近なんか定額プランっていうのをやっていてなんか月々いくら払うとこれもずっと乗り使い放題だよっていうようなサービスっていうのも提供していると。 でまあ、世界各国、結構いろいろこのフィンランドを注目していると。でもちろん、このウィムていうのも今、いろんな場所で、ベルギーであったりだとかそんないろ、いろいろな国でこのサービスっていうのを提供し,し,てしだしていると。なので、えー、フィンランドとしてもこ,れこのサービスっていうのを世界各国に売りたいっていうふうに思っていると。まあ、それだけ市場規模が大きいのでですね。まあ、なので、まあ、このマースていう市場はですねぜひ皆様、抑えておくべき市場となります。では、今回はこのニュース。 こちらのニュースをご紹介させていたた。だきまましたではは本日は以上となります。このようにですね、毎朝日経新聞のニュースを一つピックアップさせていただいて、私なりの解説をさせていただくっていうチャンネルになりますので、もしよければこの辺りに私の顔が映ってると思うので、ここをクリックしていただいて、チャンネル登録をしていただければと思います。では今後ともどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。